これがどうですよね。ああ、うん。これこう今どうするとこう痛く出ます？再現できます？こうつくのはどうですか？これは。ちょっと別の方が痛い、面が。ああ、あ、本当。うん。つくとこの辺が痛いですね。こう、ああ、うん、だからなんか押さこう、えると痛い当たっか。た時と痛い。か、うん。この絞る動作はどうですか？ちょっとやっていただいていいですか？こうぐ、ちょっとこう、あ、雑巾絞るような感じ。それは。こっちなんで大丈大夫丈です夫。ね。逆絞り。これは。これこもれない。は痛みはない。大丈夫。うん、ないですあ、ね。そうね。押さえると痛いのと、これは、グッと。ちょっと痛いでちょっとすね。これが分かりやすいですかね。うん。これが一番。で、よいしょ。これで、じゃあ左から前に。さっきよりはいいか。いいですね。はい。で、ここ手首ちょっと一回、この痛いとですね。痛みてます。出ません。どのぐらいお休みされたんですか？それはあんま出なかったんでしたっけ？うん、そっか、これか。こっちだけですこれだけ。ね。これは今、とりあえず大丈夫。大丈夫。はい。はい。まあ、なんとなく肩からの影響っぽいので、はい。肩良くしていけば手首の方も出づらい。ただちょっとこう、これ比べていただくと、ちょっとね、ここ広がっちゃってるんですよね、ここが。この幅っていうか浮いてる状態、尺骨が浮いてる状態なんで、まあ、ここをちょっと締めていきたいなと思います。よいしょ。まあ、ちょっと治療はこんな感じでやるんで、もし合うようだったら何回かやってみてください。はい、お願はい、いありしがとまうございす。ます。はい。